ワイヤー入り、フォンタンジュを身につけた17世紀の貴婦人、コアフュール・アラ・フォンタンジュとは、17世紀後半から18世紀初頭に、フランス上流階級を中心に流行した女性の髪飾り及び髪型のこと。リボンで髪を頭上高く揺上げ、レースなどに針金を入れて作った髪飾りを立てるもの。現在の美容用語のフォンタンジュは、 フォアフュールアラフ・フォンタンジュから髪飾りを取り去ったものを基礎にしている。1680年に、1000年に、ルイ14世の長期になったばかりのマリー・アンジェリクド、フォンタンジュが王の狩猟に同行した際、風で帽子が飛ばされ、とっさに靴下止めのリボンで乱れた髪を揺い上げたことに、由来する。フォンタンジュ上の起点と新しい髪型を王が喜んだことから、 フランスのみならず全ヨーロッパの宮廷の貴婦人に爆発的に流行した。最初はリボンで髪を揺い上げただけの無造作なアップスタイルであったが、後に高さを競い合うようになり、髪の中に詰め物をしてまで高く高く揺い上げるようになった。流行の短所となった、ルイ14世は無秩序に貴婦人が髪を高く盛り上げることに不快感を示していた。 セビニエ夫人は1691年に娘に宛てた書簡の中で王がコアフィール・アラ・フォンタンジュを禁じたので宮廷が大騒ぎになっていると書いている。フランスの思想家モンテスキューは1721年のペルシャ書簡で貴婦人のフォンタンジュがあまりに高いので顔が姿全体の中央にある時代もあったと書いている。このような流行はフランスにとどまらなかったようで。 イギリスの女性旅行家、メアリ・ワートリ・モンタギューは18世紀初めのウィーンの、夫人の本誕所の異様さについて共賛している。モンタギュー城によれば、ウィーンの夫人は頭上に1エレの高さの土台を作り、入れ毛をして髪をゆい上げリボンで固定し、何エレもの厚手のリボンを3から4層に折りたたんで、1エレの高さにした髪飾りをつけて、ダイヤモンドや真珠のついたヘアピンを刺していた。 モンタ牛城がフォンタンジュを奇妙に思ったことから、イギリスではフランスやオーストリアほどの流行はしなかったようだが、フォンタンジュをつけたメアリー二世の肖像がも残っていることから全く行われていなかったということはないようである。1681年にフォンタンジュ城が死去してからも30年近く続いたフォンタンジュ熱は1714年にシュールズベリー公爵夫人が ルイ14世に低い髪飾りを褒められたこと、また、公爵夫人自身が高い髪飾りが、物洗いの種になっているとほのめかしたことをきっかけに、収束することになる。ありがとうございます。